この時期、雪を抱いた千畳ヶ岳に夕日が当たり、淡いピンク色、時色になることがあります。アーベンロートというそうです。今日はどんな風になるでしょうか。皆さんも昼間の千畳ヶ岳、また夕暮れ時の千畳ヶ岳をこの時期ぜひお楽しみください。今週のイナチャンネルはご覧の内容でお送りします。買い物に行くことが困難な方がテレビで商品を注文するとドローンで届く新たな物流システム。交通手段がない方をサポートするために AI による自動配車システムを導入した乗り合いタクシー。農作業の省略化や効率化などを目指す自動運転田植機などのスマート農業、そして全ての普通教室に導入された電子黒板などを活用して行われている ICT 教育。白鳥市長の焚き火通信。今回はもっと便利に暮らしやすく、新産業技術とその財源のやりくり、台所事情についてです。交通や買い物、また医療や農業など本当にさまざまな分野でこう新しい技術が導入されていますが、改めてこうしたことに取り組む意味、意義、どんなところか教えてください。伊那市だけではないんですけども、日本各地の地方都市っていうのはやはり高齢化だとか、あるいは後継者不足、少子化、いろんなこの課題がだんだんにこう顕在化してきているんですよね。例えばその交通弱者について、こう買い物弱者のためにドローン物流だとかで、医療困難者のためにモバイルクリニックだとか、あるいはの後継者不足、高齢化のためにいろんな最新技術を使った農業の在り方とか、そういうものを導入して、で地域の課題を解決しましょう。これが一番の原点なんですね。やっぱりその根底にはそもそもここに住んでいる人たちがもう一生懸命いろんなことに取り組んで、昔から伝わることにもしっかりこう継承しつつ、そういうところに足りない部分に新しいもので補うっていうようなところもあるんでしょうかね。すごく近未来的なことが伊那市で展開されているなと思うんですが、他に教育や農業、もう本当にあらゆる分野で伊那市では新しい技術を取り入れているんですよね。一つにはドローンを使った物流とかですね、これは河川の上をドローンが飛ぶというので今実験が始まってて、物流を空でやろうというね。他にもスマート農業っていうところでは、ドローンで肥料をまいたりとか、林業っていう点でもいろんなデータをドローンで取って、それを解析をして対応していくとか、教育面でも ICT 教育っていうね点でも、タブレット端末をたくさん入れて、で授業の中に最新の技術を使いつつ、きちんとした教育が、平等に受けられるっていうね、そういう環境づくりに最新のテクノロジーを使って今やってるっていうことですね。本当にもういろんなことに取り組んでいても、どれっていうふうに言い難いんですけれども、まずちょっと具体的に紹介していきたいものの一つにこちら。皆さんはこの青い車ご覧になった方いらっしゃるでしょうか。これは医師の乗らない移動診療車を使った遠隔医療の実証事業で、トヨタ自動車とソフトバンクの共同出資者モネテクノロジーズと、世界的な医療機器大手のフィリップスジャパン、そして伊那市が連携して行う日本初の取り組みです。心電図モニターや脈拍、血糖値などを測る医療機器を搭載した専用車両に、看護師などが乗車して患者の自宅へ出向き、医師が遠隔地からビデオ通話により診察する仕組みで、看護師が医師の指示に従って患者の検査や可能な処置を行うことを想定しています。市内の医療機関も協力していて、医師不足などの課題も解決し、中山間地域における医療体制づくりの構築に取り組みます。今後は服薬指導、
福祉介護分野などへの活用を展開予定です。病院まで遠いこう中山間地域に住むお年寄りがこう通院するのをちょっとためらってしまうなんていうことも解消できそうですよね。まさに狙いはそこなんですよね、でお医者さんは往診をしたいんだけれどもやっぱり医師不足の中でなかなかこう往診に行く時間が取れないっていう、まあ、双方がこう困っている状況でこれを解決しようとしているのが実はこのモバイルクリニックっていうね。先月の実証実験では実際に患者の家と見立てた西春地下公民館に神山内科医院から青い車が看護師を乗せて向かいました。車には医師は乗らず病院からテレビ電話を使って現地の看護師に指示を出します。もうちょっと離す、ちょっと押してもらって、痛みがないかと。ちょっと失礼しますね。はい、はい、ちょっと下げます。はい、むくみがないんだね。はい、はい、はい、わかりました。はい、大丈夫です。はい、あ、意外とあの操作の方も簡単で医者が画面を通して見られるのが一つ、それで判断できる場合もあるし、画面を通して判断できない場合にはその医療従事者の看護師が代わりに見てくれることもできるので、そのただのテレビ画面を通した診察よりは診療としては質が高いのかなとは思います。はい、将来的には非常に我々医師にとっても遠隔の患者さんにもそうやって対応できて、あたかも自分のところに来てもらって診察すると同じような行動ができるということは非常に価値があると思いますね。思ったよりも画面が鮮明で綺麗だなという印象を受けました。遠隔地、まあ、この特に伊那の地でこういうことをやるということに意味が大きいと思いますので、ますます発展的にやれればいいなと。離れていてもこう素晴らしい技術でそこで見てもらえているようなその、やっぱり心の通ったこう取り組みが行われているっていうところもありますよね。今のところ慢性期のところなんで、まあ、それをさらにこう拡大していけばその医療に対する、まあ、あるいは診療診察に関する取り組みっていうのは大きく変わってくると思いますね。続いて紹介していきたいのは、4月から本格的に始まる AI 乗り合いタクシー、今度からちょっと馴染みやすいぐるっとタクシーという名に変えてですけれども、このぐるっとタクシーに期待するところってどんなところでしょうか。やはりあの地域課題の一つとして移動困難者ですよね。バスは通ってるんだけどバス停まで遠すぎるとかね、あそこに行きたいんだけど行く手段がない、あるいは不便だっていう皆さんの課題を解決するための、まあ、仕組みがこのぐるっとタクシー、これも全国初めての仕組みで、いよいよ4月からこれが実用化されるということになりましたね。これは利用者のさまざまな乗車や降車の希望に対して AI 人工知能が最適な経路を判断し、タクシー車両が利用者を運ぶ新たな公共交通です。これまで実証運行を行い、4月からは西春地下と流西地区の一部で運行がスタート。対象エリアの65歳以上の方や免許返納者、障害者が平日の昼間、自宅から目的地まで利用できます。これまでのバス停まで運行していた乗り合いタクシー、また時間が決まって曜日が決まって運行していたものがこれに置き換わるということになりますから、まあ、既存のイーナちゃんバスなど今までの公共交通もありながらこういう新しい技術も入れていくというところに。そうですね、市内の循環バスについては残します。で、高遠線の JR バス関東のバスも残しますし、ケーブルテレビを使ったオーダーっていうね、これも今開発してて間もなくできるんですが、これも総務省の制度を使ってやってるんですよね。まあ、いろんな交通手段というのを今考えているところなんですね。
日本初、中では世界初なんていうことが、うん、この伊那市から行われているとなるとすごいなと思う一方で、お金ってどうなっているのかなというその台所事情が気になるところですが、市長、その財源ってどんなふうになっているんでしょうか。これは本当にあの大事なところなんですよ。でやっぱり職員がこう有利な財源を常にこう見ていて、でそれをこう掴んでくるっていう、ですからあまり持ち出しはありません。持ち出しがないっていうところ、ズバリどのくらいっていうところがこう台所事情、お財布事情で気になってしまうんですが、例えばじゃあ地方創生の事業、スマート林業とかスマート農業、これもこの地方創生推進交付金にあたります。半分、これは国からの交付金、これ国からどうぞという、でこの残り分については特別交付、これもあの交付税ですね、こっちは交付税ということで来ます。実際には 5% だけですね、伊那市の持ち出しというのは負担は。お金で具体的にこう、イメージしやすくすると、うん、例えばそうですね、あの1000万の事業があるとすると、はい、国からは950万円これが来て、はい、で伊那市は50万円だけの持ち出しでこの事業ができるという。さっきの他 の, あのぐるっとタクシーでは市長どうかというと、そうですね、これもやはり同じで、財源はあの定住自立権事業というものがあって、伊那市では南美濃輪と美濃輪と、そうですね、はい、80% が国からの交付税で、これ負担は 20% ということになりますの で, 1000万だったら800万は国から来ている、で残りの200万を定住自立権事業の中で伊那市が出してるっていう。負担少ないですね。そうそう、ね、本来だったら全部これ負担をしないとできない事業なんですけど、うん、そうですよね、うん、この青い車の遠隔医療モバイルクリニック事業についてですが、およそ3000万円ということですが、市長、これはもう 100%、はい、このトヨタモビリティ基金から出してもらって、伊那市の申し出しはゼロです。伊那市の負担がゼロっていうことがあるんですね、はい、そうですね、あのこの事業も日本中の自治体が手を挙げたんですよ、採択されたのが2つだけ。こんなすごい取り組みが始まっているのに、伊那市の持ち出しや負担がなく、この事業が展開されているということなんですね、うん、そうですね、新しい技術を使ってその全国に先駆けて伊那市が取り組んでいるとなると、どれだけのお金がかかっているのかななんてちょっと思う部分もあったりしたんですけれども、こうやはり伊那市の取り組みとかアイデアにこう賛同していただいて、こうした国からのお金、また企業からのお金が伊那市に来て一緒にやっているということになるんですね。そうですね、あの、まあ、全国の自治体大小合わせれば1800ほどあるんですよね。でその自治体もみんなこういろんなところにこう手を挙げてくるんです。それはもう持ち出しがほとんどなくて、事業ができれば一番いいですからね。なぜそんな有利な交付金や助成金基金が伊那市に来るんでしょうか。私たちは地域の課題というのを常に考えていて、その課題解決にどうに向かっていこうかということをずっと常に考えつつ行動しているわけですよね。そうすると地域の実態に合ったこう提案というのがおのずとこう湧き出してきて、でこれをみんなでこうワイワイガヤガヤしていて、これはこうした方がもっといいんじゃないかということで一つの提案をまとめて、でそれもペーパーでこんな何十ページだっていうのは絶対見ないですからね。ちょっと今日それをあの参考までに提案資料をね、あのお持ちいただいたんですが、例えば今のこの遠隔医療によるモバイルクリニックの事業の資料がこちら1枚で、はい、ということなんですね、全国から本当にこう何百っていうのが上がってくるので、うん、見る人はの立場になれば一目で分かるようなこう見せ方、これをやっぱりあの職員はいつも心がけているので、うん、これ見る皆さんってそうやっても国の官僚なので、うん、これ一瞬にして分かると思うんですね。現状と課題があったり、もうそもそものコンセプト、そしてこう実際に動き始めた時のそのイメージまでもが、うん、もうすでに提案の段階であるということなんですね、はいはい、
国の交付金だとか、で交付税だとかがついて持ち出しがほとんどゼロに近いような状態で事業できるっていう、そういうことになるんですね。他にも例えばドローン物流に関してはこの1枚の絵の中にそうしたそもそも着眼点がその、ね、川の上という素晴らしい着眼点ということも入ってますし、はいはい、どんな仕組みであとどんな企業と一緒にっていうことがこうしてまとまってさまざまなところに提案されている、ね、やはりあの私たちの提案 の、あの一番大事なところというのはこの事業が動き出すときに地元にプラスにならなければいけないと、でその中でこう利益も地元に追ってくるね、こういうこう関係づくりをしていかないとこれ成り立っていかないという、まあ、そんな基本的な考えで今進めているんですね、はい、私たちの暮らしがもっと便利になるように有利な国などからの交付金をうまく活用してこう展開されているなということが改めてよく分かったんですが、もう期待がどんどん膨らみますが今後の展開どんなことがあるでしょうか。まずはあの今始めていることを一つ一つ確実に実現化していくっていうことがまず第一ですね。でその中でもやはりこう時代によって変化によって新しい技術がまた飛び出してきますので、まあ、これをこう柔軟に取り込める場合については取り込みながらさらに新しいこう技術の革新に向かっていくっていうことも重要なんですね。で、まあ、伊那市ではあの、まあ、この地域なという場所をが日本を支える一つの場所にしようという考えで、まあ、ここに住み続けることができるそうした環境づくりをしましょうということでずっとやってきましたので、これをさらにこう進化させたい、食べるもの飲むものエネルギー、これがこの稲だけで完結できる環境づくり、これが今私たちの向かっている方向であって実現がだんだんにこう具現化している部分なんですね。でそれに加えて、まあ、先ほど来話のある新産業技術、今日本の最先端の技術というものをどんどん投入をして、でさらに産業を活性化する、あるいは生活のマイナス点をカバーしていく、で、まあ、移動困難者なり買い物弱者なり医療弱者っていう皆さんも、カバーしていく、この地域に住んでいる市民の皆さんのためにというところが一番ですから、皆さんの声を聞かせてもらったりその新しい技術に対してのねこう反応も聞いたり、もうすでにアンケートなどでねあのいろいろいただいてますけど、地元の人あと企業などの協力も欠かせないですね。まさにその通りで、地元の企業さんあるいはいろんな技術を持った日本各地の企業さん、そうした皆さんがあって今私たちの進めている新産業技術が進んでいきますので、これからはその仕組みを維持しながらね、さらにこう伸ばしていきたいっていうそんな思いですよね。もう今日のお話聞いてると半年先1年先だとまたより便利になってそうで楽しみだから、こうぜひ皆さんにもね注目していただきながら、そうですね、あの実際ここまでやってる、うん、あの地方自治体ってないので、はい、でやはりこう国も注目、うん、またいろんな業界も注目なんですよね、はい、いろんな皆さんが注目をしていてそれが形になっていくっていうのは、まあ、ある意味稲だからこそできる場所っていうのかなっていうね、うん、そんな思いもするわけですよね、うん、楽しみに期待を膨らませながら注目していきたいと思います、うん、期待の裏には実現しかないといけないというプレッシャーもありますけど、うん、なるほど、はい、これはもう宿命ですからね、うん、これはきちんとやって、はい、本当にさらにこう稲で暮らすというのがどんなにこう幸せなのか、うん、そういうことがだんだんにこう伝播していって、稲に移り住んでくる人がだんだん増えてきている、今も増えてるんですけどさらに増えてくるってね、うん、まあ、そんなことも私たちは考えつつやっているんですね、うん、とても楽しみです、はい、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。世の中にはさまざまなポイント制度がありますが、伊那市には介護に関するボランティアポイントがあります。来週はボランティアポイントについてお伝えします。それではまた来週。